こんにちは、スプレアートエデンの梅ちゃんです。なんかね、ベロちゃんがね、鬼滅の刃まだ最後読んでないからね、今ネタバレしに行きます。おいおいおい、なになに、何してんの。え、ちょっと鬼滅の刃のあれ読む。ダメだよ。なんで。ダメだよ。なんで。最後どうなるか知ってる。言わないでよ、私読むよ。鬼滅の刃見たの。うん、見てないよまだ。何も言わないで。最後ね。ダメダメ、お願いします。最後ね、炭治郎がね、ダメだよ。義勇さんが、あれ、ベイちゃんの好きな人誰だっけ。品須川さん。品須川さん、あー、何で。もうやだー。もう読んだの。読んだの。もう最後の最後、次が多分最終回かも。炭治郎やだ、もうお願いよ。え、なんかもう何も言わないで。言わない、もう無理。うん、なんか何か起こるよ。起こる。うん、オッケー。はい、なんかでもその代わりに、シュッ、実は言わないでよ。実はダメー。実はなんと、ダメダメ。ナルト、ナルトじゃない、なんと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 炭治郎くんがダメで、実は。知ってる、鬼滅の刃どうなったか。うん、わかんない。やめよっか。やめよっか。ラブアンドピースだな。ラブアンドピース。ラブピースだね。ネタバレはダメだよ、みんな。ダメですよ。悲しいよね。悲しいよ、もう。最後楽しみにしたのにね。ということで、皆さんネタバラシはやめましょう。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもよろしくお願いします。アディオスアミゴス。